トラビス・ペインはアメリカ合衆国のディレクター、プロデューサー、振付師、ダンサー。マイケル・ジャクソン・ディス・イズ・イットでは振付師を務めたことで有名。その他、マイケルのミュージックビデオやライブなどにも多数出演している。1971年7月5日、アメリカ合衆国アトランタに生まれる。9歳でダンススクールに通い始めた。マイケル・ジャクソンとの仕事が 長年の夢だったという。彼のワールドツアーバッドワールドツアーは何度も見に行ったという。マイケルと同時に彼の妹、ジャネット・ジャクソンのファンであり1990年、リズムネーション1814ツアーを何度も見に、息振り付けを覚え宣伝用に自ら制作した動画がジャネットの目に留まりスカウトされる。日本に呼ばれ、それからツアーに参加することとなる。 1992年のリメンバー・ザ・タイムで初めてマイケルと共演。それからはデンジャラスワールドツアー、ヒストリーワールドツアーと以降のワールドツアーにすべて参加した。マイケルとジャネットの共演作スクリームではディレクターとして参加。同作は史上最も費用のかかった PV としてギネス世界記録にされた。2009年。 マイケル没後に公開されたマイケル・ジャクソン・ディスイズ・イットではディレクター、振付師として参加した。鉄子の部屋にも出演経験があり、マイケルとの思い出を語っている。金曜ロードショーのディスイズ・イット再現ステージでは、マイケルの代役を務めた。ジャネットによる追悼パフォーマンスでは、バックダンサーを務めた。2013年より、ジャニーズ事務所と契約し、ステーシー・ウォーカーと共に、 多くの舞台の振付を担当した。彼が選抜したメンバーにより、ジャニーズジュニア・ユニット、トラビスジャパンが結成された。トラビス・ペイン。2014年6月12日閲覧。トラビス・ペインコ・マイケルの振付演出家日は、2014年6月12日閲覧。ありがとうございます。